はい、ダイスゲームです。今日紹介するのはこれ。じゃんと言ってもツタヤのでっかい袋なんですけど、実はプレイステーション4を買ってきてしまいました。ツタヤで購入したんですけど、ツタヤにこんなにでっかい袋があるとは思いませんでした。初めて見ました。早速中を出します。よいしょ。じゃじゃーん、重たい本体です。いや本当に買っちゃいました。これはすごいですね。重量感たっぷりの箱、これに入ってました。それでは開けていきます。緊張する。あー、まずは上開けて、よいしょ、横にします。そして緊張、ウィーン。カメラの位置からは皆さん中は見えないんですけど、すいません。中を開けると本体がドーンドーンと入ってます。じゃん、こんな感じで入ってました。おお、重たい、あー重たい。先の梱包を取るとこんな感じ。コントローラー挿すところがあって、裏はきっとあれですね、線をつなげるところがあるはず。ありますね、ありました。すごいですね、なんかひし形みたい、潰れたひし形、かっこいいですね。前はなんか3の時は丸っこかったですよね。今回は四角い。そして他にはじゃん、コントローラー。でもなんかすごいですね、すごいことになっている。ちょっとコントローラーもかっこいい。そしてこれ、ようこそプレイステーションの世界へということで、クイックスタートガイド入ってました。そしてコントローラーの線、これと全部で、これも HDMI の線ですね。そしてバッテリーの線、うん、この4つ入ってました。中身は以上です。実は13日にコールオブデューティーが発売されるので、ぜひこの今日買ったプレイステーション4を使って実況していきたいなと思っています。ですが肝心のマイクがまだ買っていないので、間に合うかは分かりませんが、映像だけはアップしていきたいと思いますので、ぜひご覧いただきたいなと思います。なのでぜひぜひ今回の機会にチャンネルの登録をよろしくお願いします。またFF14 ですね、オンラインの方、それも動画をアップしていきたいと思いますので、合わせてよろしくお願いします。今回はじゃーん、プレイステーション4を買って開封してみました。それではまた次回お会いしましょう。 See you!